セットアップってアイテム近年すごい人気なんですよね。大人男性であれば結構大事かなと思ってるんですけど。オクテットチャンネル、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムです。今日ですね、この春先に行きたいセットアップのね、活用術という感じでいろんなね、コーディネートをお見せしていこうかなと思います。今日は新作でね、セットアップが入ってきたので、いろんなこう、着回しみたいなところをご紹介できればね、いいかなと思います。セットアップ以外でのね、使い道っていうところを具体的にね、まあ、お見せできればなと思ってます。まあ、まずね、セットアップってアイテム、近年すごい人気なんですよね。なんなら仕事でもっていうぐらい、今は仕事でスーツって言っても本当にだんだん減ってきて、今までスーツ着てた方でも、ジャケパンだったりとか、それこそ今回みたいなこういうセットアップみたいな感じで、まあ、全然 OK っていうところもね、まあ、出てきてので、すごい需要としては伸びてるんじゃないかなと思います。大人男性であればスーツとかジャケット、パンツみたいなところに、それともまた別にね、1、2着ぐらいベーシックなセットアップがあったらそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、実際にね、こうセットアップもそうだし、それ以外のね、着こなしってところをご紹介していこうかなと思います。ということでね、今日使うアイテム、セットアップなんですけど、こちらですね、チルコロのカノコのセットアップになってます。ジャケットとそれからこういうパンツという感じで、まあ、春夏のね、すごい定番のアイテムになってますね。チルコロだとやっぱり秋冬はスウェットっぽい生地で、春夏はこっち、カノコっていう感じですね。これ選ぶセットアップも結構大事かなと思ってるんですけど、セットアップって要するにパンツとジャケットじゃない場合もいくらでもありますけど、トモ生地になっていてっていうものであれば全然 OK なので、いろんなこうジャンルがあるんですが、今回はね、こういうテーラードジャケットとパンツっていうようなセットアップになってます。まず選ぶアイテムなんですけど、本当にいろんなジャンルがあるんですが、個人的にはね、夏であればベーシックなコットンのカノコみたいなアイテムが一番使いやすいかなと思います。他にもね、うちでもテック系のすごいシャカシャカしたものとかもあるし、逆に秋冬ならね、ウールライクなものとかもあったりするんですけど、まずはね、これぐらいのカノコみたいなコットン系のものが一着ね、あるとすごくいいんじゃないかなと思います。それがね、スポーティーにも寄りすぎてもないし、かといってドレッシーすぎるわけでもないっていうところで、エレガントなんだけども、ちょっとね、やっぱカジュアルに見えるっていうところで、すごくバランスがいいのかなと思いますので、まずはね、こんなようなアイテムを1、2着あるとすごくいいかなと思います。まあ、せっかくなんで、ちょっとこのセットアップをね、いろんな形で活用していこうかなと思います。セットアップで着てみたり、ジャケット単体、パンツ単体、ちょっとカジュアルに、みたいな感じで振っていこうかなと思いますので、まずはね、セットアップから着ていきます。まずはこんな感じでセットアップで着ていました。ちょっとね、エレガントな感じなんですけど、とは言っても結構カジュアルな使い方もね、できるのかなと思うので、セットアップで着ても、まあ、もちろんね、革靴とかでもいいと思いますけど、今回みたいにこういうね、スニーカー、プレミアタのローテクなスニーカー入ってますけど、こんな感じでスニーカーだったりとか、インナーでもね、例えばこういう感じで、これ今ね、ザノーネのアイスコットンの T シャツを着てますけど、こういう感じでもすごくね、いいんじゃないかなと思います。見え感は結構ね、ドレッシーな風に見えると思うんですけど、けどね、パンツも実はね、こんな感じですごく伸びたり、ジャケットもね、すごいこう肩周りも伸びるんですよね。なのですごく着やすいです。このアイテムだけで見ると、いつものピケよりもさらにね、薄手なんですよね。本当にもっとサラッとして、生地もちょっとこう薄手な感じがすごくするので、夏でも着やすくなってるんじゃないかなと思います。カジュアルにでもちょっと綺麗めでっていう時にね、普段で使うのもいいと思いますし、これはね、人によっては全然仕事もあるじゃないかなと思います。次はジャケット脱いでパンツだけでコーディネート組んでみようかなと思います。例えばこんな感じでちょっとね、上だけ変えてみたんですけど、セットアップのジャケットじゃなくって、まあ、こんな感じでシャツアウターですね。こうするだけですごくカジュアルになりますよね。けどパンツね、綺麗なんですけど、ただやっぱウールのものに比べると少しカジュアルな風に見えるっていうのもありまして、こういう感じで合わせてあげてもすごくね、馴染みがいいんじゃないかなと思います。スラックスの形してるんですけど、ちゃんとカジュアルって分かるようなね、感じに見えるかなと思うので、一つね、こういう使い方がありかなと思います。感覚的にはね、進化系パンツじゃないですけど、スラックスよりもいかず。でも、デニムとかスウェットとかに比べると、もうちょっと上品っていうようなね、このバランス感がいいのかなと思うので、楽なんだけども、ちょっと上品に見せたいっていう時にも、すごくね、使いやすいパンツかなと思います。デザインもね、ベーシックですし、形も非常に綺麗なので、何でも合わせれるかと思います。今は襟付きのね、こういうシャツアウターを合わせてますけど、色の違うジャケット持ってきてもいいし、ブルゾン持ってきてもありだしっていう感じで、パンツだけでもすごく使いやすいですね。こんな感じで暑くなったら脱いだ感じでも全然 OK だと思います。本当にこうさらっとして涼しいので、夏ね、結構重宝するんじゃないかなと思います。非常に楽ですね。次はね、ジャケット単体でも着てみようかなと
思います。ということでね、次ジャケット単体です。ジャケット単体はね、結構わかりやすいんじゃないかなと思うんですけど、これもやっぱり使いやすいかなと思います。コットンピケなんで、素材はカジュアルな方に分類されるんですけど、でもね、このテーラリングというか仕立てがね、すごくこう綺麗でエレガントなので、例えばこういう感じで、これね、ベルイチロ。パンツですね、サルーテっていう形ですねと合わせても全然 OK。 これからちょっとドレッシーなパンツと合わせても全然大丈夫で、中もさっきカットソーでしたけどこんな感じでね、まあ、襟付きのシャツとかにしてあげても全く問題なくね合わせれるのかなと思います。これがテック系とかねそういうのになってきちゃうとここまでのスタイルはちょっと難しいのかなって思うんですけど、こういうねコットンピケのコットン系の素材だとそういったねスタイルもすごくやりやすいので、綺麗めにも触れるしちょっとスポーティーにもできるので非常にこう汎用性が高くって幅が広いのがねこのセットアップかなと思います。ジャケット単体でもねこんな感じですごくかっこいいですよね。デニムでも全然いいし白パンでも全然いいしっていう感じで本当にね選ばないのかなと思うので、すごくね使いやすい一着かなと思います。ということでね、今日はこんな感じで新作で入荷したセットアップを使ってスタイリングをねいくつか紹介したんですけど、セットアップね買ったはいいけどセットアップでしか着ないとかね、そういう方もね中にいらっしゃるのかなと思うので、今日みたいなねこんな感じのスタイリングを参考にしてもらえればジャケット単体でもパンツ単体でもって感じでもっとね幅が広がるのかなと思いますので、ぜひねこの春持ってない方はゲットしてほしいなと思います。今日紹介したアイテムはね全部概要欄の方に貼っておきますので、気になるものがあればねそちらをご覧ください。ということでね、僕らの動画は毎日8時に動画を更新してます。ぜひね、チャンネル登録もお願いします。というわけでムでした。バイバイ。